アラサー男女のときめき復活系ラブコメディ、大人には恋の仕方がわからねえ。原作桂たまみが待望の TV アニメ化が決定した。2020年10月より東京 MX にてオンエア版ショートアニメが放送、コミックフェスタアニメ他で配信予定だ。アラサー男女のときめき復活系ラブコメディ、大人には恋の仕方がわからねえ。原作桂たまみが待望の TV アニメ化が決定した。2020年10月より東京 MX にてオンエア版ショートアニメが放送、コミックフェスタアニメ他で配信予定だ。2017年から放送され、刺激的なシーンと予想のつかない展開で僧侶悪として親しまれているコミックフェスタアニメにて、今回アラサー男女のときめき復活系ラブコメディ、大人には恋の仕方がわからねえ。原作桂たまみが TV アニメ化されることが決定した。2020年10月より東京 MX にてオンエア版ショートアニメを放送、さらにコミックフェスタアニメにて過激シーンが描かれるプレミアム版が配信される。今回はオンエア版プレミアム版ダブルキャストとなっている。大人には恋の仕方がわからねえ。はっときめくことも恋する気持ちももうすっかりご無沙汰。恋を忘れた30歳の仕事女、ミオ30歳が主人公に、合コンで出会ったハイスペ男、マジマと、隠れご無沙汰同士の、奇妙で笑える恋のリハビリ物語だ。今回、ご無沙汰歴7年のハイスペ男、マジマ修二と恋を忘れた仕事女、須藤ミオが描かれたキービジュアルが公開された。また合わせて本作のメインキャストが一挙発表された。外資系コンサルで超絶ハイスペ男、真島修司役に伊藤健太さん、オンエア版と社会さん、プレミアム版大手化粧品メーカーに勤める OL 須藤美代役に湯浅楓さん、オンエア版と伊豆はちみつさん、プレミアム版真島の同期徳良幸太郎役に神尾慎一郎さん、オンエア版と一夜愛さん、プレミアム版ミオの同僚川本愛役に風花真城さん、オンエア版プレ。恋に悩む大人の演技に注目だ。なお TV アニメの放送に先駆けて東京 MX にて特別番組が放送されるので、アニメの予習にぜひご覧いただきたい。特番放送情報。新番組男恋特番から、マジマの最強プレゼンウィズ初出し映像。特番放送スケジュール。2020年9月27日日曜日、25:0、キャラクター紹介。真島修司 CV 伊藤健と、オンエア版社会プレミアム版。年齢32歳、身長 180cm、 誕生日2月28日主に魚外資系コンサルで超絶ハイスペ男。彼女いない歴7年、女には興味なし。須藤美代 CV 湯浅楓、オンエア版ゆずはちみつプレミアム版。年齢30歳、身長 162cm、 誕生日6月3日主に海外ドラマ、音楽大手化粧品メーカーに勤める OL。 彼氏いない歴5年、恋心がわからない。徳良幸太郎CV 神尾慎一郎、オンエア版一愛プレミアム版。年齢32歳、身長 178cm、 誕生日1月1日主に女、真島の同期。妻子持ちだがまだまだ現役色男。川本愛 CV 風花真城、オンエア版プレミアム版共通。年齢25歳、身長163cm、 誕生日11月15日趣味スマホゲーム、読書。ミオの同僚徳良を警戒している。作品情報。 TV アニメ大人には恋の仕方がわからねえ。東京 MX 2020年10月より毎週日曜深夜1時から放送開始予定。コミックフェスタアニメ
2020年10月より毎週日曜深夜0時から配信開始。オンエア版を無料配信、大人向けプレミアム版をコミックフェスタアニメ限定で配信。 YouTube コミックフェスタアニメ公式チャンネルでもオンエア版を。ミオはセックスを見せた5年の30歳、恋を忘れた仕事女。そんな時、合コンで出会ったハイスペ男マジマは超嫌なやつ、女に興味ないと言い切り、その場を凍りつかせる。マジマにミオが挑発的な発言をして、事態は思わぬ方向へヘリップ。気づけば2人でラブホにイン。しかも実はマジマもご無沙汰でヘリップ。こんな急展開、当人同士もついていけません。隠れご無沙汰同士の奇妙で笑える恋のリハビリ物語。スタッフ原作、桂玉美監督、古川博之脚本、毛利野らキャラクターデザイン創作画監督、ただし空音響監督、上野元貴弘音響制作、スタジオマウスアニメーション。最新第3巻は2020年10月18日発売予定。C 桂玉美水星社インク。コミックフェスタアニメ他で配信。2017年から放送され、刺激的なシーンと予想のつかない展開で、僧侶悪として親しまれているコミックフェスタアニメにて、今回、アラサー男女のときめき復活系ラブコメディ、大人には恋の仕方がだからね。原作、桂玉美が TV アニメ化されることが決定した。2020年10月より東京 MX にてオンエア版ショートアニメを放送。さらにコミックフェスタアニメにて過激シーンが描かれるプレミアム版が配信される。今回はオンエア版プレミアム版ダブルキャストとなっている。大人には恋の仕方がだからね。はときめくことも恋する気持ちももうすっかりご無沙汰。恋を忘れた30歳の仕事女、ミオ30歳が主人公に、合コンで出会ったハイスペ男、マジマと、隠れご無沙汰同士の、奇妙で笑える恋のリハビリ物語だ。今回、ご無沙汰歴7年のハイスペ男、マジマ修二と恋を忘れた仕事女、須藤ミオが描かれたキービジュアルが公開された。また合わせて本作のメインキャストが一挙発表された。外資系コンサルで超絶ハイスペ男真島修司役に伊藤健人さん、オンエア版と茶会さん、プレミアム版大手化粧品メーカーに勤める OL 須藤美代役に湯浅楓さん、オンエア版と伊豆はちみつさん、プレミアム版真島の同期徳良幸太郎役に神尾慎一郎さん、オンエア版と一夜愛さん、プレミアム版ミオの同僚川本愛役に風花真城さん、オンエア版プレ。恋に悩む大人の演技に注目だ。なお、TV アニメの放送に先駆けて、東京 MX にて特別番組が放送されるので、アニメの予習にぜひご覧いただきたい。特番放送情報、キャラクター紹介、真島修司、CV、伊藤健人、オンエア版、茶会、プレミアム版。年齢、32歳身長、180センチメートル誕生日、2月28日主義、魚外資系コンサルで超絶ハイスペ男。女いない歴7年。女には興味なし。須藤美代、CV、湯浅楓、オンエア版、ゆずはちみつ、プレミアム版。年齢、30歳身長、162センチメートル誕生日、6月3日主義、海外ドラマ音楽大手化粧品メーカーに勤める OL。彼氏いない歴5年。恋心がわからない。徳良幸太郎、CV、神尾慎一郎、オンエア版、一愛、プレミアム版。年齢、32歳身長、178センチメートル誕生日、1月1日主義、女、真島の同期。妻子持ちだが、まだまだ現役色男。川本愛、CV、風花真城、オンエア版、プレミアム版共通。年齢、25歳身長、163センチメートル誕生日、11月15日、趣味、スマホゲーム、読書ミオの同僚。
らを警戒している。作品情報、TV アニメ、大人には恋の仕方がわからねえ。東京 MX、2020年10月より毎週日曜深夜1時から放送開始予定。コミックフェスタアニメ、2020年10月より毎週日曜深夜0時から配信開始。オンエア版を無料配信。大人向けプレミアム版をコミックフェスタアニメ限定で配信。 YouTube コミックフェスタアニメ公式チャンネルでもオンエア版を。とはセックスオブサタ5年の30歳、恋を忘れた仕事女。そんな時合コンで出会ったハイスペ男真島は超嫌なやつ、女に興味ないと言い切りその場を凍りつかせる。最新第3巻は2020年10月18日発売予定。 C 桂玉美水製作インク。島にミオが挑発的な発言をして事態は思わぬ方向へヘリップ。気づけば2人でラブホにイン。しかも実は真島もご無沙汰でヘリップ。今の急展開、当人同士もついていけません。隠れご無沙汰同士の奇妙で笑える恋のリハビリ物語。スタッフ、原作、桂玉美監督、古川博之脚本、毛利野らキャラクターデザイン創作画監督、ただし空音響監督、上野元隆、広音響制作、スタジオマウスアニメーション。